世界に思うこと、最初は一人ぼっちでもさ、いざもうよ澄んだ心で歌いながら歌いながら、当たり前を幸せと感じる日々に、thank you.
妖艶な空気になってきたから、ちょっとなんかちゃうな思って。夏を見つ南風です。多分知ってる方は何名かしかおられないので、初めましてですね。まとまってるようでまとまってない私たち、そして平均年齢を上げに来た私たち、もうおじさんおばさんにはこの時間はちょっと眠たい感じで、ありがとうございます。今日は3日前ぐらいに急遽声をかけていただいてありがとうございます。オリジナルを メインでというか、オリジナルばっかり、あ、1曲だけカバーですけど、ちょろちょろっと歌うので心地よく眠れるといいですね、皆さんですね。なので自己紹介しとこうか、先に忘れる前に。私は龍神村の出身で、龍神村から今日はやってきましたで、1年ぐらい前に大阪から帰ってきました。何しに帰ってきたかというとですね、音楽活動は向こうで大阪でもやってたんですけど、今も大阪のギターの男の子と2人でやってるんですけど、こっちではこのメンバーでやってて、農業がしたくてというか、自給自足がしたくて帰ってきて、半農半歌手という新しいジャンルを、まあ、やってる方もおられるんですけど、加藤時子さんの娘さんとかおられるんですけど、まあそうですね、自然に優しくエコな、エコってあんまりそんな好きな言葉じゃないんですけど、こう持続可能な社会をね、そうですね、私の次の世代にも孫の世代にもどんどん衛生活って車乗ってカレー儲けてとかじゃなくてね、この自然がいつまでも残ってという生活をしたくて帰ってきました夏子です。一番この中で若いです。よろしくお願いします。次はその次に若いその次に若いみなちゃんです。私は田辺に住んでます。でも大阪出身で10年前にこっちに来て、もう早10年なんですけど、音楽というかピアノは、まあ、子供の時からやってて、一時7年ぐらいブランクがあって、でもその間もいつかまたきっとできる時が来ると信じてたら、本当にまたやってきて、7年ぐらい前ですけど、それからまたよく弾いてます今このメンバーでやってて、まあ、楽しいです。はい、まあって何まあって言うた聞こえたな。とても楽しいです。はい、じゃあ平均年齢一番上に来た、もう何も言うことはありません。僕は半プー半歌手を目指してまして、半分プー太郎で半分ハンドラーを目指してまして、半分プー太郎半分ドラマーで、今年、先月ぐらいに花本を始めました。初心者で、これも今年入ったぐらいから叩き始めて、まだ始めたばっかりなんですけど、よろしくお願いします。頑張ります。今回一番可愛いコメントじゃあ、普段は私はウニャッツという、大阪ではウニャッツというユニットで活動してます。でその曲を